角田軌道は、かつて、宮城県南部の月の木駅付近を起点に、阿武熊川西岸沿いの諸集落を南北に結んでいた、鉄道である。当初は、角田馬車鉄道と称した。1899年に角田まで、1901年に間、矢沢まで開通した。当初は、社名の通り馬車鉄道であったが、後に、角田軌道と改称して、蒸気機関車を導入した。角田と間、 矢沢の間は、馬車鉄道のまま廃止された。経営の悪化に伴い、きっかいな改造機動車を無認可で導入するなどの試みもあったが、1929年に営業を取りやめた。東北本線の前身である日本鉄道は、明治時代中頃に東京から青森へ向けて鉄道を敷設した。これが宮城県の塩釜駅に達したのは1887年である。 この鉄道の福島県から宮城県にかけての経路については、伊賀軍の阿武熊川沿いも候補の一つだったが、最終的には伊賀軍は鉄道の経路から外れた。こうした状況の中、1897年1月に丸森の斉藤慎太郎は沿線の有力者らと共に、馬車軌道を営業することを計画し、同年5月に宮城県より特許状を得た。 計画された軌道の経路は、日本鉄道の月の木駅がある月の木から、白旗橋で白石川を渡り、加盟生、小坂、江尻、桜、角田、野田、木沼、関谷様に至る、約19キロメートルというものだった。同年10月に社名を、角田馬車鉄道として、角田町に本社を置き、社長に、湯村康次が就任した。株主は403人で、 そのうち317人が、イグ軍の住人であった。資本金は8万円だった。この鉄道の建設は1898年8月に、寄港された。工事においてはいくつかの問題があった。白旗橋は、施設の橋で、ここに軌道を付設するためには、橋の拡幅が必要だった。しかし、この橋の施設許可期限が1899年1月であり、期限後に、 宮城県がこれを掛け替える予定になっていた。角田馬車鉄道は橋の掛け替えが速やかに行われるよう橋の掛け替え費用の一部を負担した。この橋の掛け替え問題は馬車鉄道の開通を遅らせることになった。また、北号では地権者との折り合いがつかず、角田馬車鉄道はやむなく無断で経路を変更し、これが宮城県の知るところとなり、建築を受けた。 こうした問題があった一方で、この頃東京にあった千住馬車鉄道が廃止されることになり、角田馬車鉄道はここから車両や機場、車両修理機械、机、椅子、時計などを入手し、さらには千住馬車鉄道の海輸、修理、保線の責任者までが角田馬車鉄道に移ることになった。1899年1月の総会で工事が9分通り、 完成したことが報告され、同年4月に開業式を開くことが決められた。しかし都合により延期され、同年8月に月の木、角玉が開業した。開業後の旅客数は好調であり、乗客が多くそのせいで貨物があまり積載できなかったという話が伝わる。その後、1900年7月に和菅矢様まで延伸、開業した。 さらに1901年7月には丸森船橋まで600メートルの延長も計画されたが、1902年2月に却下された。ところが、この好調な時期は長く続かず、1903年には、不景気や凶作の影響を受ける画数、貨物量とも大幅に減少した。ついに1912年7月の定期総会において、業績不振による無敗の責任を取り、 ユ村ラは社長を退任することを表明した。次に社長に就任した、平間平介は1915年11月に、馬の確保が難しいこと、馬量費の高騰、馬の疲弊よる、定時運行の支障などの問題に対処するため、馬力から蒸気への動力変更願いを提出した。1916年10月に社名が、角田軌道へ変わり、1917年6月に、 蒸気機関車が月の木、角玉に走るようになった。これによりこの区間の所要時間は馬車時代の80分から40分に短縮された。一方で、角田大館、矢沢ママは第一次世界大戦後の不況による資材の高騰の影響や蒸気化しても採算が合わないことから馬車が走り続けた。間もなく三代目社長の竹谷玄平の決断によりこの区間は 鉄道としては廃止され、代わりに、アメリカのフォード製の乗り合い自動車が角田から間、矢沢を経由し金山まで運行されるようになった。この間、月の基調は1914年から5年間にわたり2200円を角田軌道へ寄付していた。しかし、動力を蒸気化し一部区間を廃止したにもかかわらず、会社の経営は不振を極め、設備の保守もままならなかった。 枕木は普及し、機関車は故障した。ついに1924年11月には列車の運転を休止せざるを得ない状況に陥った。このように経営不振にあえいでいた角田軌道に対し、1925年4月に角田町は軌道を買収することを決議して仮契約を結ぶことになったが、同年9月には契約を解約した。この間、 1925年6月20日に列車の運転が再開された。経営が深刻化した角田軌道は1929年10月に営業を取りやめ、11月に会社の解散を決議した。過去に宮城県内に存在した鉄道会社の多くはバス会社への転業や合併という形で、 企業としての経緯を保ったが、角田軌道は後継企業のないままに会社を解散しており、残存する角田軌道の資料は少ない。角田軌道が沿線の自治体からの補助によりかろうじて存続していた頃、沿線では新たな鉄道が計画された。それは、東北本線の大河原駅を起点として、角田、丸山、金山町に至る約二二十キロメートルの電気鉄道で、 小線と同じ期間線6 7ト、mm、ルの路線であった。大河原駅を起点としたのは、阿武熊川氾濫のたびに被害を被る月の木、江尻を避け、また、千南温泉軌道と連絡することを考えたものであった。この鉄道不設免許は1926年9月29日にカフされた。発起人の中には、角田軌道の経営人の名も見られ、 軌道の買収を目論んでいたと思われる。資本金は85万円であったが不況で資金の、目処もつかず、工事延長願いを繰り返した末に、1930年にその延長願いも却下され実現しなかった。1923年9月25日改正当時、時刻表復刻版戦前、戦中編時間表15年10月号より、角田馬車鉄道の開業にあたり、 千住馬車鉄道から譲渡された客車は12両、貨車5両。蒸気化された1918年度は、大日本軌道正常機器車3両、30人乗り、ボギー客車4両、貨車3両。1928年度に客車が1両減で、ガソリンカーが1両増になった。角田軌道を鉄道愛好者の間で有名にしているものに、1928年に導入された。 改造機動車の存在がある。この改造機動車は経営悪化への対策として導入されたもので、自社保有の木造ボギー客車の改造によって製作された。これは当局には無認可である。その構造は中古のフォード T 型トラックから車輪、車軸を外し、運転台直後でシャーシを切断して、この全部部分だけをボギー客車の車端に接合したものだった。 十分な支えもないトラック車足部分はエンジンの重みで前方に垂れ下がっていた。しかも、機動線の車両ということでこのボンネット部に救助網までついていた。無人化のため公式な設計図も残されておらず、駆動方式やブレーキ機構などは一切不明である。運転台が片一方だけで、逆転機も備えない、単短式であるため、奇襲点での方向転換が必要になる。 しかし、ボギー客車にトラックシャーシを接合した長いサイズでは、軽便鉄道蒸気機関車用の転車台には、収まりそうもないことから、奇襲点に、ループ線内市デルタ線を設けたのではないかと、推察されている。当時の運輸業界市の雑報でこの、機動車の試運転が報じられ、月の木、角玉を40分ほどの快速で走破したという。この記事では、 角田軌道が3トン積み合車にエンジンを搭載することを計画している旨が報じられているが、この貨物機動車計画が実現したかは全く分かっていない。廃止時点のもの事業者名等は、廃止時点のもの、ありがとうございます。